50万円くらい配信出せれば件数は達成は。まあ、どういうタイミングで売れやすいかとか、どういう人に対して売れやすいかっていうところは。デジタルグループ株式会社オプト第4事業部の加藤萌と申します。本日はよろしくお願いいたします。現在は広告事業のところで運用コンサルタントを実施しております。具体的には、検索とかすると広告が出てくると思うんですけど、ああいう広告の運用だったりとか、あとは、ディスプレイ面といって画像を使った、バナーを使った広告の運用等を、やらせていただいております。まあ、私たちは結構既存のお客様とやり取りをさせていただくことが多くて、広告を売ったりというよりは、お客さん全体の、事業拡大のための手法の一つとして広告があって、それを使ってどう事業拡大を支援できるかというところをやらせていただいているのがちょっと違いかなとは思います。今、単品通販の業界のお客様を担当させていただいていて、1日のスケジュールでいうと、朝はメールチェックだったりとか、連絡来ているものをチェックするのと、あと私は運用コンサルをやっているので、昨日の実績、どれくらいのお客様の売り上げがあったかとかっていうのを、毎日チェックをしています。全社的に、在宅勤務が推奨されたっていうのもあって、オフィスには週2回くらいしか、来ていないような状況で、自宅で仕事をする機会が増えましたし、あとお客様とも、なんていうんですかね、会話を、今までは直接お会いしに行っていたんですけれども、現状はそれができないので、オンライン上でミーティングをするようになりましたね。今ここに、広告を配信しての実績というか、どれくらい配信が出てて、どれくらい売り上げが出ててっていうところが、今この管理画面上で見れるようになってるんですね。で、これを、Excel 上に落として、今から、前月対比今月がどれくらい売り上げが伸びてるかを確認します。そうですね、1個はお客さんの商材理解をきちんとしてることかなと思ってて、例えば私結構化粧品のお客さん担当させていただいてるんですけど、どういう化粧品かによってどういうタイミングで売れやすいかって全然違っていて、なんていうんですかね、保湿がしっかりされるような化粧品だと、冬とか秋とかの乾燥シーズンの方がもちろん売れやすいですし、逆に美白系だと、夏とかの方が売れやすかったりするので、一つは、そういう季節的な要因だったりとか、お客さんの商材理解みたいなところをしっかりしていることかなって思います。あとは、こういうふうに結構運用コンサルやる上で毎日数字を見ているので、どういうタイミングで売れやすいかとか、どういう人に対して売れやすいかっていうところは、管理画面上とかで見てるので、そういうところを日々モニタリング、ちゃんと見てることが、通知変動に対してどういうふうに起きやすいかっていうところ、なんていうんですかね、気がつきやすくなるポイントかなとは思いますね。ありますね。それは結構常にあるかもしれないですね。今からお客様のところに昨日の実績のご報告と、あと今月の、これからの、残り日数の運用ですね、をどうするかというところをご相談しようかなと思います。ではちょっと電話をかけます。あ、もしもし、お世話になっております。お世話になっております。オプト加藤です。あ、お世話になっておりお世話になます。ります。すいません、今少しお時間大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。そうはしまい、した。はありがとうございます。昨日の進捗のご報告と、今月い、の運用に関してちょっとご相談したくてご連絡させていただきました。はい、ありがとうございます。昨日なんですけど、実績ちょっと悪化していて、CPA おお、なるが、ほど。目標対102%くらいで今推移しているような状況でして、件数に関しては、目標対比で92%ですね。で、今推移をしていあー、ます。92なんですはね。い。で、件数取りに行きたいという当初目標もあるので、少し踏もうかなとは思っているんですけれども、CPA 高いところに関しましては、あと抑制傾向も、あ、苦戦の対応もしたいなと思っていて、そちらの運用調整で大丈夫そうかっていうところをちょっとご相談したかったです。なるほど。どうですかどね。んぐらい追加で出したら目標件数いけそうとかってありますかね、今予想で。そうですね、プラス
50万円くらい配信出せれば件数は達成は全然できるかなというような状況ですね。あ、なるほど、分かりました、はい、それでお願いします、はい、あ、承知しました。じゃあ、後ほどメールもさせていただきますが、一旦配信は強化させていただいて件数取りに行くような形にさせていただきます。で、ちょっと、はい、今日配信を強化対応するので、明日以降また進捗のところはご相談させていただければと思います。はい、お願いできたらと思います、はい、ありがとうございます。承知いたしました。すいません、朝からありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、失礼します。そうですね、本当にそれはまちまちなので何とも言えないんですけど、まあ、少額お客さんは月まあ何十万とか何百万というところもありますし、本当に大きいアカウントになると月何億っていうお金で、動かしてやられているところも、広告費をかけているところもありますね。私は、2017年入社で5月に配属だったんですけど、もう7月くらいにはお客さんのところへ行っていました。まあ、ただ先輩と一緒に同行という形で最初は始まって、あとその1年目の12月くらいまで一人先輩が OJT という形で担当というかついて教えてくださっていたので、その人と結構つきっきりで12月くらいまではお仕事をさせていただいてましたね。もう2年目からはほぼ一人でやってましたね。これからクライアント、社内のクライアントチームでミーティングを行います。私以外にも営業とか、クリエイティブなどのメンバーがいるので、週に1回、一緒にミーティングをして認識統一をするためのミーティングを行います。はい、そうです。テレビ CM のリスティングの配信の話をちょっとだけしたいです。やることって、これ結局先方から宮原さんお話しいただいて、一旦今 TD しか私の方は動いてないですけど、LP はもうで大丈夫ですよね。 OK です。インドフィードバックした通りで、トップインパクト、ブラッパネ、それから、ライブなんだっけ、統計トビューとか、はい、これでご提案をしたけれども、まあ部会でも言った通り、直接的な件数につながるようなものじゃないと、そうですね、私はなんですけど、私は、学生時代より今の方が楽しく過ごしているかなと思っていて、まあ、私も学生時代やりたいことが全然漠然としていてなかったりとか、見つからなかったりっていう時期が結構長かったんですけど、いざ働いてみると自分のできることだったりとか、活躍できる場所みたいなのがあるってすごく幸せなことだなと思うので、ぜひ今から就職活動を頑張る皆さんにも楽しんでやっていただけたらなと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。